元キャビンアテンダントだけど何か質問ある？寝れないので立ててみた。あらさあ、元国際線クルー、国内経験もあり、特定に繋がりそうなことはやんわり回答。需要ある？足臭い。勤務中はだんだん臭くなる。休憩の時にストッキング履き替える。乗務前はロッカーで防臭スプレーする。ありがとう。ちなみにうちにいる CA からの転職組曰く、CA はみんなパパいるって聞いたんだけどガチ？世の中に数万人の CA がいるわけだけど、全員にいるわけない。複数パパ持ちはいたけど、女性ばかりの職場だしすぐ噂になるよ。年入社の、3はピンク、ってな感じで。仕事中にナンパされた？普通にされる。若い頃は飯行ったりした。こういうのって見バレしない範囲で証明せな、嘘待つと変わらなくね。証明しようがないから、偽物と思われてもしょうがない。体調おかしくならん。なる。自分は中耳炎4回やったし、不眠症にもなる。長時間ハイヒールで現役時代は、左足の小指が麻痺して感覚なくなってた。客の荷物上げや OHS クローズ作業のせいで、ぎっくり腰も26歳でやったわ。気圧の急変化で耳痛めるのと、時間不規則で不眠症かな。それでお給料いまいちなら、よっぽど好きでないと続かんわな。とりあえずお疲れちゃんやわ。Y の友達に CA 志望2人おって、落ちた方のが優秀だったけど落ちて、美人な方が受かってたわ。顔採用あるやろ。何言ってんだ、当たり前やろ。顔も優劣あるやろが。美人でなくとも、愛嬌があるのが必須条件だと思う。美人なら愛嬌なくても OK。コロナで需要なくなって、スーパーの売り子させられてる CA どう思う？一生懸命働いてて偉いと思う。あんたいい人だな。Y もそう思う。変に茶化す人の方が根性悪いよな。何の理由で CA 辞めたん？結婚だね。彼氏は何人いた？彼氏は一人。フリーの時のデート相手はマックス4人かな。収入が不安定な年収1000万って、CA からするとどんな評価？個人事業主とか自営業とか。人によるとしか言えない。田舎で努力して採用された20代前半の子なら、キラキラして見えるだろうけど、CA ってなんだかんだ政治家や経営者、企業役員の娘とかも多いから、そういう子には物足りないかも。ちなわいは前者。一番キュンとしてしまった、パイロットの言動って何かある？揺れる前とか、飛行機が遅れる時とか、CA が対応忙しい時に、お客さんにすぐアナウンスで丁寧に説明してくれると神だと思う。TOEIC 何点？身長何センチ？TOEIC、890。身長162センチ。3月。勝手に CA は身長高いと思ってたわ。自分の身長が、大手では最低ラインとだと思う。なぜなら大型機のストレージに、手が届く身長の限界がこれぐらい。小型機しかない小さい会社なら、150センチ台でも全然いけるんじゃないかな。CA って何をモチベに頑張ってんの？なるのが難しいだけで、入ったらスキル身につくとか、成長できるとかなくてつまらんくね。入ってから勉強することはかなりある。サービスもだけど、新しいモデルの飛行機が飛ぶなら、その飛行機のこともいろいろ勉強して、資格取らなきゃいけない。各国の入国審査基準や税関、書類、検疫関係の法律なんかはすぐ変わるし、各国各空港ごとにルールがいろいろあったりするから、フライトの度に勉強し直す。飛行機って速度違反したら、もっと早く現地に着いたりするの？例えば時速500キロから700キロとかにしたら。制限速度は別にないから違反にはならないけど、普段は経済的に飛ぶのに適した速度で飛ばしてるんや。でもたまに急がなきゃいけない時があるんや。例えば空港の閉鎖時間ギリギリで間に合わせる時とか。そういう時はいつもより速度出して時短させる。本当にそんなことできるんやな。空にいたらスピード感わからへんから、勉強になったわ。詳しいね。ステイ中の CA が止まってる。ビジネスホテルの部屋で一泊過ごしたことあるけど、バレたら超買い物だったのかな。朝にそーっと部屋出たけど、セックスの声でかかったから普通にバレてそう。正直いらん職業よな。いるやろ。保安要員やぞ。AI の方がええやん。Y6 歳くらいの時、タイ航空乗ってポテチ食べてたら、後ろの席から非番のタイ人 CA にポテチ要求されて、あげたら降りる時ほっぺたにキスされたんやが、CA ってあんなノリなんか？当時普通に怖かったんやが。それは Y も怖い。モンペ怖くて絶対できない。TOEIC 高いな。700点くらいあればいいんじゃなかったっけ？600あれば十分じゃないかな。ファーストクラスは600じゃ無理だけど。たまにめちゃくちゃ早く着くときあるよな。65分の予定が48分だったことあるわ。せっかくプレミアムクラスだったのに。たまたま追い風がやばい日とかは早く着く。あとは空港のクローズ時間ギリギリの便とか、何らかの理由で最初からフライトタイム、長く設定されてたりする便も存在する。Y 飛行機着陸して降りるの待ってるとき、お仕事ですか？頑張ってくださいねって声かけられたんやが、役割やったんか。スレは以上で終わっていました。お次は2021年の10月に建てられたスレをご紹介します。アラサーの元 CA だけど質問ある？経験7年、アラサー。国際、国内両方経験あり、特定されない範囲で答える。スパイか、これからどうするの？クソ客いた？クソ客もいるよ。毎日何百人相手にしてや、当然両客もクソ客もいる。航空自衛官のことどう思う？
すごいしかっこいいと思うけど、元自衛官の旅客機パイロットは運転荒めが多い。お客様の中にお医者様いませんか？した ?3 回あったね。大変だった。どの時も忘れられない。機内でナンパされるの？される。学歴、大卒、留学2年間。合コンで無双したくてなった人？なんで地上に降りたり退職するとクソマナークリエイターになるの？昔元 CA が秘書室にいたけど、とんでもないプロフェッショナルだったわ。尊敬しかない。今何の仕事してんの？素晴らしい人もたくさんいるよね。今は会社役員。合コンで釣った魚にもらったポジション、自分で起こした会社なわけじゃねえだろ。まあ、現職の話すると脱線するから、回答控えるわ。日本人の客は外国人に比べて好き？人によるけど、クレームが多いのは日本人だね。日本人クルーに対して強気だけど、外国人クルーには何も言わない人が多い。それな、CIQ 職員だけど日本人が一番嫌い。そんな切れ方する？って人が結構いる。航空業界は全員日本人旅客を嫌ってるよ。それな、ドイツ人もなかなかへりくつ言うクレーマーいたな。機内食がヘルシーじゃない。ってブチ切れて、アフリカイカだって口コミ書くとか、訴えるとか言い出したドイツおじさん忘れられん。パンツの色の指定とかあんの？赤みたいな目立ちそうな色はダメとか。なんでも OK。一回ジッパー上げ忘れて、ストッキング越しにパンツ見えてたことあったわ。コロナかかった？ないけど、実は無症状でかかってるんじゃないか、と思ったりはする。コロナ患者がいるフライトには何回も乗ってたから、降りた後の検査で発覚したりするから、フライト中はわからないんだけどさ。CA って、自慢多いって本当？ぶっ飛んだや、マンもいるし固い子もいる。やり、ヌア社内でも有名になるよ。やめてから何年？コロナ後だね、やめたの。じゃあもう結構大変な時に入って、そのままやめたって感じか。あんま美味しい思いはしてなさそうだな。希望退職？いろいろ旅行したし、堅実な方だからお金に困ったこともなかったし、普通の20代の女と比べたら、いい思いさせてもらったと思うよ。希望退職しました。キャリアは秘密？さすがに言えんな。事故とかテロとか怖くないの？怖い、いざという時に後悔したくないから、保安訓練や機種訓練はすごく頑張ったしめちゃ勉強してた。乗客と連絡先交換して、そのまま現地で会ったりすることあんの？ちょこちょこあったよ。せっかくの海外出張だから誰かと食事したいと、ビジネスマンが思うのも別に変だと思わないしね。現地で商社の人とかよく声かけてくれた。旅行客の誘いは断ってたな。そうなんだ、ありがとう。ダメ元で声かけてみることにするわ。ナンパは 100% のうな人ももちろんいるし、あまり期待せずに。面白そうな仕事だな。あちこち行けるし。旅好き、コミュニケーション好きで体力あるなら、最高な仕事だと思う。美人。想像に任せます。機内がラッパラでやることないとき、何してるの？書かなきゃいけないレポート書いたり、お客さんと話したり、清掃係員が掃除してくれない場所きれいに磨いたり。飛行機って機体番号が1機ずつついてるんだけど、何度も乗ってる子は愛着湧いて、きれいにしてあげたくなるんだ。やっぱ LCC だと他社から、マウントされたりするの？ワイは LCC で働いたことないから実情わからんけど、マウント取ろうと思ったことはない。LCC ってサービスあまりないから、機内で CA さん何してるんだろうって興味はある。LCC は機内降りても仕事あるし、めっちゃ大変じゃない？身なり気にしてる暇ないわ、ラゲッジウラーみたいな人多い感じするわ。忙しいのに優しいけど。LCC じゃなくても、敏感の仕事はいろいろあるで。上空ではサービスなしで何してるんだろうなぁと。飲み物食べ物とか、お土産売るのに忙しかったりするんかな。ビーチは最後尾のスペースで、めちゃくちゃ雑談してる。声でかくて寝るの邪魔になる時あるぐらい。肘置きに使ってたら毎回必ずお尻当ててくる人とか、変な気になってくるからやめてほしいわ。別にこっちがはみ出して肘出してるわけでもないし、何より接客としてどうなん？って毎回思うわ。たまに何回も当ててくる人いるんだよな。お尻大きい自覚ないのかな。人に体当たっても気にしないとか、ガサツな性格なんだろうね。いつか怖い先輩か、お客様に雷落とされるよそういう CA は。メンヘラいる？いないと言いたいけど、ヒステリックおつぼねはメンヘラだと思う。いきなりキレたり、理不尽なことネチネチ言い始めたり、普通に嘘ついたり。メンヘラ DBA は辛からしてやばい、なんなら客にもやばい態度取ってたりするからヒヤヒヤする。離陸の時にどうしてもうんちしたくなって、我慢できないから目の前のホモっぽい CA の人に、すみません、マジで漏れるんで行かせてくださいって何回か言ったけど、ニコニコの顔で、ランプが消えてからお願いいたしますしか言わないから、もう無理です、行きます、ってトイレ駆け込んだことあるわ。ホモ CA の人が、お客様、何かに捕まって機体が安定するまで、絶対に扉を開けないでください、お客様。で、大声で強蹴りながらドアドンドンしてて地獄絵図だった。席戻ってから友達爆笑してたし、その後機内でも降りてからも何人にも、体調が優れなかったようですが、大丈夫でしょうか？って聞かれるし、ホモ CA さんはおつぼねパーサーみたいな人にめっちゃ怒られてるし、めっちゃ申し訳ない気持ちになった。でもああいう時って本当に我慢できなかったら、トイレ行くしかなくない？漏らしたらその後機内が大変なことになるでしょ。わろた。正直 CA としては、何が何でもダメとしか言えない。
旅客が漏らしても、レポートは不要だし、政府からお叱りがあったりはしないけど、万が一予想以上の揺れが起こって旅客が怪我したら、最悪会社が業務停止処分になったり、責任者である機長や客室チーフ、ポジション担当 CA も何らかの処分を受ける。こっちも食い口失うよか、こ漏らされた方がマシ。本当に無理なら、生死を振り切りトイレに強行突破しかない。こっちが許可を出すことはない。そうなのか。結果的に正解選んでたみたいでよかったわ。腹痛と戦いながら、テロリスト扱いされて今後飛行機乗れなくなるリスクと、うんち漏らして晒し者になりながら過ごすリスクを、天秤にかけてなんとか導き出したわ。今度から堂々とトイレ行くわ。周り着陸中は本当に危ないから、事前にうんちは済ませような。お世話になった先輩は、離陸中ベルト外した客を止めようとした時に、運悪く大きな揺れが起こって腕の骨折ったわ。マッチングアプリで、アラサー CA さん引っ掛けたことあるけど、なんかくたびれた顔で婚活してる、って言ってたな。CA ってスポーツ選手とか、経営者とか付き合い放題なイメージあったけど、実際そうでもないんか？スポーツ選手とか、経営者とかって CA 見下してるやろ？こっちもわかっとるで。おばちゃん CA にメアド渡すと、お返事くれるから嬉しい。おばちゃんも嬉しいんだと思うよ。だんだん声かけてくれる客も、年齢とともに減るからね。何カ国ぐらい行った？若い頃は旅行が趣味だったから、仕事とプライベート合わせたら、30カ国行かないくらいやな多分。ちゃんと数えとらんけど。CA って何やスッチーってや。スッチーと呼ばれた時代に、働いてみたかったわ。昔はニューヨークやパリ便も週1しかなかったりしたから、現地で連日遊び倒したらしい。その代わりインドとか途上国に、1週間は泣けたらしいけど。国内線と国際線やる人って分かれてんの？会社によるし、雇用形態にもよる。アメリカ東海岸とか15時間くらいかかるけど、シフトどうなってんの？15時間のフライトだと、平和なフライトならだいたい3、4時間くらいは、休憩取れてた気がするな。急病人出たり、いろいろトラブル発生して24時間近く、休憩ほぼなしで働いたこともあった。美味しいものとか食べて回ったりしたんでしょ？どこが一番良かった？食いしん坊だからいろいろ食べたよ。お気に入りは、タイのプーパッポンカレーとスイカジュース、ベルギーのフリッツとワーテルゾーイ、カルボナード、アメリカの高級ステーキ、インドのタンドリー系料理、イギリスのシャルボネルエウォーカーのチョコレート。いいなぁ。タイでもスイカジュースあるのか。結構行ってるのに飲んだことないわ。なんかベトナムでビールと交互に飲んでた記憶ある。めっちゃ安いから。生フルーツ信用できそうな店選んで飲んでみて、東南アジアのスイカジュース。現地の暑さも相まって本当に美味しいよ。シンハービールも美味しいけどね。俺タイは最長で2ヶ月ぐらいいたことあるんだ。いつもバーばっか行ってるわ。昼間はビールか水しか飲んでないから、今度行った時に飲んでみるわ。ありがとう。そうなんだ、タピオカミルクティーも美味しいけど、男性で好きな人はレアだよね。フライト以外の業務で、昔一緒に出張した男性社員が、毎食のように某国でタピオカミルクティー飲んでてほっこりした。日本だと恥ずかしくてあまり飲めないからって。東南アジアは結構おっちゃんも、タピオカミルクティー屋にいるよね。機内食好き？よくまずい言われるけど、日本発のは美味しくて何でも好きだったよ。海外発は国によるけど大体まずい。日本のケータリング会社は本当にすごいよね。特定されない範囲で、どの航空機の免許？持ってた？ CA も扱う飛行機の免許いるでしょ？操縦とは別ね。どの飛行機保有してるかで、結構会社が分かっちゃうからきちんと答えられないな。大型機から小型機まで持ってたよ。最新機投入されるときは、マニュアル覚えるのが毎回大変だった。俺も成田からフランクフルトを、ルフトハンザのエコノミーで行ったときに、隣に武蔵丸ぐらいあるジェンレノみたいなやつが座ってきて、12時間ぐらいずっと腕毛ファサファサされながら、一睡もできずにフライト終えたことあるわ。一回だけどうしても我慢できなくなっておしっこ行ったけど、めっちゃ嫌そうな顔してきて、めちゃくちゃ居心地悪かった。そういう時はダメ元で、他に席ないか聞いてみてくれ。どこかないか探すから、満席便だとこっちもどうしようもなくて、心苦しいけど断るしかない。断っても嫌な顔しないでくれると嬉しいな。急病人対応用の席に勝手に移動してる客には、正直イラッとしてた。ファーストクラスとか無料で乗れんの？無料とか無理無理。フェリーフライトっていう回送運転便みたいなやつで、客乗せずに移動するときに、ファーストクラスの座席使ったりはしてたよ。知人の航空会社に勤めてる人は、家族分の割引とかでファーストクラスに乗ってたけど、CA とはまた保証が違うのかな。友達もギャル社員の子と結婚したから、席空いてる便は家族割でめっちゃ安く乗れてるって言ってたわ。そうそうその人もギャルだった。安くは乗れる、無料はあまりないな。客と付き合ったことある？ないな、デートは何回かあるけど。ナンパ相手とのデートって、男性の方はやっぱ朝までを狙ってくるんかね。最初の食事で花束持ってきたり、高級チョコレート持ってきたりする人多かった、港区おじさんみたいなことされてもね。台風の日に飛んだアホ便に乗ったら、死ぬ思いしたんだがあれ CA は怖くないの？普通に怖いけど、そういう便はなんか色々考えること多くて、恐怖が払拭される。
アナウンスいつ入れよう。あの席おばあちゃん一人だったけど大丈夫かな。赤ちゃん連れの人トイレから出てたっけ。着陸できなくて遅延しそうだから、乗り継ぎ便のお客様の座席番号チェックしなきゃ。あ、ダイバートするかもだから対応マニュアル。みたいな。落ちるし左右上下に機体ごと飛ばされるし、ジェットコースターの1000倍怖かったんですが、機長も CA も何も言わねえし、機内は悲鳴だらけ。他便が欠航してんのに、無理に飛ばさないでほしい。それは怖かったね。その会社を擁護するわけじゃないけど、どこか一会社は運航しないと困る人がいるから、会社間でどの会社が運航させるかみたいな、話をすることもあるらしいよ。これは本当なのか、Y も知らないから話半分で。そもそも毎日乗って飛行機怖くないの？可能なら乗りたくない乗り物1位。まあ、自分は平気だったな。確率的には電車や車より、事故に遭う確率はずっと少ないはずなのに、なんで怖いと感じてしまうんやろな。ちなわいは現役時代、飛行機に乗ってる時より、たまに車に乗ってる時の方が怖いと感じてた。高速道路とか未だになんか落ち着かない。簡単にぶつかる距離に、素人が運転する鉄の塊が、高速で走ってるのが恐怖。身近なものへの慣れなんだろうね。有名人と話したことある？結構たくさん機会あるよ。一番の大物は誰だった？ある昭和の名女優さんですかね。素敵だった。やっぱ顔濃いめの美人。親戚にいるんだけど、田舎にはなかなかいないレベルの顔濃い美人。旦那メリケンだし。あとなんか国語話せる？何語かも教えて。美人かと聞かれると答えにくいけど、広瀬アリスに似てるとよく言われるから濃いめかも。外国語は英語と、少し中国語が話せる。ダンキュー、好き、付き合ってください。一番美人が多い航空会社ってどこ？マイナーだが、タイスマイルエアラインの CA はスタイルエグいで、仲良しのタイ人 CA も、あの会社は容姿採用、って言ってた。タイか、日本で出会えそうなとこだとどこかな？ジェットスターの CA さんとデートしたけど、金しか見てなくて笑ったわ。やっぱり CA さんはお金持ち狙いの人多い？日本ならやっぱり大手の方が美人さん多いと思うよ。CA ってなんだかんだでお嬢さん育ち多いからな。芸能人とか政治家とか大企業役員のお嬢さんとか、給与低かろうが仕事コロナでなくなろうが実家太いのでノーダメって感じ。自分は東北の田舎の中流家庭育ちだから格差感じてたわ。ありがとう。やっぱジェルカーナか。俺の親戚の CA のおじいちゃんは飛行機が空を通るたびに孫の名を叫ぶそうだ。育ちがいい人と野心か努力か半々って感じかね。俺もど田舎から私立医大行ったから格差はすごかったね。上には上がいた。医者は結婚相手としてはあり？自分はお医者さんありだよ。医者かける CA 夫婦、実際周りにいる。母院ですか？母院でしたらぜひお願いしたいです。それなりに稼ぎはあります。どんなタイプが好きですか？既婚や、すまんな。おう、探求。参考までに旦那さんの職業は？あと胸のサイズも。旦那は外婚マンや、父は D カップ。英語ってどうやって勉強した？普通に勉強と留学、ですね。学生時代英語圏の大学で2年間、ビジネスを専攻してたよ。機長と SX はどういう流れで？そんな簡単にまた開いてプライドとかないん？機長様とやれて嬉しいって感じ？ CA 結構パイロット嫌ってる？人も多くて自分の知ってるイメージ像と違う。自分はそもそも同じ会社の人間は恋愛対象に入らない。が、パイロット一筋 CA もいないわけではない。スレはこの辺りで終わっていました。覚えることも多そうですし、キャビンアテンダントさんはなかなかに大変そうな仕事ですね。皆さんはキャビンアテンダントになってみたいと思いますか？多くの男の子が、小さい時に一度は夢見るのがパイロットという職業です。大きな飛行機を自在に操り空を飛ぶのはロマンがありますが、同時に非常に大きな責任が伴うもの。お給料もいいイメージがありますが、実際のパイロットの仕事はどのような感じなのでしょうか。2016年の6月に、旅客機の機長を名乗る興味深いスレが立ちました。旅客機の機長してるけど質問ある？最近の CA って DBA 多すぎじゃない？ユナイテッドやデルタに乗ればもっとすごいです。英語ペラペラ？国際線出てるのである程度。仕事上なんか重視してるあるの？雲ですね。あとはスイッチ、押し間違いは許されるのもありますが、ほぼ許されません。なので確認しますよ。アプローチ中に。漏れそうになったらどうすんの？ユーハブでコパイに渡して、自分は必死に踏ん張ります。警告音で一番怖いのって何？やっぱテレインテレイン、プルアップってやつ？それですね、一応そのサウンドフライト前にチェックするときあるんですが、嫌です。仕事中に一番びっくりしたことは？客が泡を吹いたっていう。操縦席で漏らしたやついる？いませんよ笑い。311の時はどうだったの？あの時偶然にも飛んでて、インチョン ATB させられましたな。一番遠いとこでどこまで行ったの？俺仕事柄よく香港ヨハネ館よく使うけど、本当パイロットは尊敬するよ。そんな遠くは出ませんがニューヨークあたりですかね。サンパウロ便もコードシェアですし。今まで一番ヤバかったことは？成田の強風時に当たるほど嫌なことはないです。一番ヤバかったことはな、でも成田の強風であと少し着地遅かったら、確実に滑走路外れてたよなみたいなことが一度。やっぱ海辺は風強いのか。内地とは全然違う？
セントレアなんか冬はすごいですよ。パイロットが嫌がりますから降りるの。アホのど素人の質問。よく風に煽られてゲロってる乗客がいるけど、あらかじめ予測して暴風地帯は避けることができないの。ヨハネ艦トイレが汚れすぎて地獄だった。あらかじめ予測してますが、やっぱ少し影響受けるんですよ。ウェザーで雲の位置はある程度把握して、気流も前方から連絡は来るんですが、それでもやむを得ず。311のように近郊の空港がことごとく封鎖されるパターンを想定した訓練ってあるの？それはないですね。それはただ管制官から指示されて飛んでくだけなので、ただ燃料なくなる訓練などは。映像は見たことある？ナイス。福岡空港って狭くない？あの空港あれだけの国際線受け入れたり国内もすごいのに、滑走路一本で動かしてるところがまず問題だと。着陸のバウンドがするかしないかって、俺は勝手に操縦士の腕だと思ってんだけど、実際どうなの？バウンドはコンディションによりますが、ソフト意識するからでしょうね。風強い日は強めのタッチをしないと、ああやってふわっと浮いてしまい、やり直しってなります。飲酒厳しいの？飲酒チェックは鉄道運転士同様ありますよ。飛行機は機長だけでなく大勢の人間で動かしますが、人間関係などはどうなのでしょうか？やっぱドロドロしてんの？客室乗務員部の方と飲みに行くときとかお話聞きますが、新人の当たり外れリストなどあるようで。CA 怖すぎはロタ。看護師と同じ怖さだな。女の世界ですからね。落ちると嫌だから国内移動は基本新幹線だわ。残機流とかバードストライクとか問題多すぎ。焼き鳥ほど厄介なことはないですね。目が痛くなってから怖くて乗れなくなったんだが、どうしたらいい？一度眼科へ。空の上で痛くなったらすぐにクルーに、我々パイロットと相談して降ろしてあげられるかもしれません。当時空の上で痛くなったんだけど我慢して、その後病院行ったら気圧の関係でなんやかんや言われたな。治ったよ。え、途中で降ろしてくれることなんてできるの？ヤバそうであればお客様の意見を聞いて、何かあってからでは遅いので引き返す、もしくは途中で降りますよ。めったにありませんが。操縦中に一番危険を感じたのどんな時？雲がコロコロと気分変えてくることです。あとはアプローチ中に滑走路にまだ飛行機がいたこと。プロの訓練ってあるの？あったら何するの？すぐにスコーク76っていう緊急信号を出します。操縦席天井のパチパチスイッチとか一個一個意味覚えてるん？オーバーヘッドも全部ライト、エンジン燃料、機体電気系統で分かれてる上、左右二つ分あるので覚えやすいですよ結構。嫌な副機長っているの？全然グイグイ管制に行かない人ですかね。たまにはグイグイ行くべきと思うんですが、あとはアナウンス屋だみたいな、ガキみたいのがよくいるんですわこれ。4発エンジンの飛行機ってエンジン3つ止まっても飛べるの？一応一つあれば、かなり難しいですがね、コントロール。でもラムやタービンと呼ばれる発電機を出したりと、かなりハイテクなので復活をまず試みます。予備計器1個にまとめられたのって、ちっちゃすぎて見にくくない？あんま見ませんけどね、可愛くて持って帰りたいです。見に行きたくならないの？なりませんよ。すごい乱気流に巻き込まれたり燃料投下して緊急着陸したりって、どれくらいの頻度であるんですか？今まで何十回と飛行機に乗ってるけど、そういうのに一度も遭遇したことがないんですけど、運がいいんですかね？普通ないんですけどね、太平洋路線だとエアポケットと言われるのによくハマるので、それが結構またすごいんですわ。乱気流は結構な頻度で当たります。特にこの時期のマニラあたり。燃料投下は引き返す時くらいなので、これは、てか当たりたくありませんね笑い。操縦下手だったり雑だったり荒い国は？割とアジア地域空軍出身多いので腕いいですが、アメリカは古い機体でパンクすることもあるので心配です。腕は信用できます。ロシアが不安。そもそもパイロットはどのようになるものなのでしょうか？年収と大学と今現実的にパイロットになる最短ルート。2000前後。マーチ。自社養成にかけるか航空大学に入るかです。たまに東海大の航空宇宙工学みたいの行って、旅客に来ようとしてる学生さんいますが、あれもその中でトップ成績を取らないと無理です。なのでその保証なければ行かないでください。羽田以外で一番難しい国内空港ってどこ？冬のセントレア、と広島、風が強い、あとは時々成田。自分のフライトでこれは怒られると思うことする割合は年何回くらい？これはヤバかったって経験は今まで何回？何回か覚えてませんわ笑い。ただ客室乗務員にご飯食べ行こって言って、は？みたいな顔された時はヤバいと思った。着陸の難しさを他の物事に例えて。女性へのアプローチ、マジで着陸いきなり雨ったり風ったり、やめてほしい。客として乗ることある？あるなら、こいつ操縦下手だなとか思うことある？そりゃたまに乗りますよ笑い。あとはデッドヘッドみたいな感じで帰りは客席みたいな、タキシング遅くね、とか思ったり、アナウンス聞き取れねえみたいなのはありますが着陸はそんな。韓国の人って徴兵で空軍に行ければ資格が取れるから、簡単にパイロットになれるって聞いたんですけど本当ですか？簡単にはなれないんじゃないですかね、それなりの成績残さないと。今ここでハンドルを思いっきり倒したらヤバいんだろうな、って思ったりする？そんなこと考えてられませんよ笑い。着陸時、操縦桿操作と同時にもし5アラウンドしたとしたらと、手順も考えてないといけませんから。金ないから格安航空しか乗らないけど、あの運賃でパイロットや CA に給料払えるなんて到底思えない。CA は本当に少ないって言われてますね。もう少し上げるべきだと。
何時間ぐらい飛行してるの？まだ5000行くか行かないかですかね。機長はどんなテロ対策の指導を受けてるのか気になる。テロ対策というテロ対策はそこまで受けてませんよ。逆に自分勝手に指示するパイロットの方がテロです。パラシュート持ち込んでる機長いる？いませんよ。巻き声ダイナミック自殺って、やろうと思えば簡単にできるの？何か対策ある？まあ我々が握ってるので、ただそんなこと考えませんし、そのために2名乗務してるのであって。たまに飛行機が失踪するけど、飛行機事故が起こる原因の上位ってどんなのなの？雲の中に入ることでは？結構気象関係で切れてしまったり、あとはパイロットが操作できるので故意に消えたり。視力落とさないように努力してることってある？目の体操してます。飛行機ってほとんど自動操縦ってマジ？空の上ではというか浮き上がったら即入れますよ。完全ではないですが。飛行機ってすごく些細なミスで落ちたりしてるよね。そういうミスなくするために気をつけてることって何かある？確認ですね。コパイと必ず確認します。声出して言いますね。あとは思ったことはちゃんと伝えたり、スイスなんかは一緒にスラストレバー握ったりしますよ。未確認飛行物体見たことありますか？その類のものを見ても口止めされてるのは本当ですか？いや見たことないな。聞いたことないし。1年どれくらいお家で寝れる？1ヶ月25日とかは家にいるので200日は。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2013年の2月に建てられたスレです。パイロットですが、質問に答えます。皆さんにこの仕事に興味を持っていただきたいので、また報道などでもいい加減な情報が出回りすぎているので、自分から伝えたいと思いました。何カ国語話せる？日英のみですよ。英語も流暢かといえば正直怪しいです。笑い。スッチー食いまくり。出会う機会がそこしかないので、自然と付き合う流れにはなりやすいかもしれません。いい加減なことしてると噂が怖いので食いまくりとはなかなか、猛者もいますが、笑い。外国とか行く感じ？国内？両方ありますよ。僕は国内の方が多いですし、国内の方が楽だし楽しいですね。どこの航空会社のパイロットなの？すいませんが、特定が怖いのであまり言えません。大手系列ですかね。いい加減な情報って例えばどんなの？待遇とかに関してはいつの時代の話だよ。っていう情報が新聞などにも書かれていて驚きます。インシデントが発生した時なども、本来なら追及されるべきところが全く触れられず、そこじゃねえだろ、ってとこばっかり詰められてたり、などなど。遺書はいつ書いているんでかね。遺書は書いてないです、笑い。正直、飛行機で死ぬとは思っていません。怖かったこと。訓練中使っていた4人乗り小型機のドアが、飛行中に開いた時は怖かったですね、笑い。オンボロ飛行機だと普通によくある話ですが、操縦中、ヒヤッとしたこと、何かありますか？訓練中は多かったですがね。人同士の確認、飛行機のシステム等によって、今はそういったヒヤリ系も極力排除されるようになっています。飛行機は本当に安全な乗り物ですよ。やっぱり視力とかはいいのか？今は強制視力で全然 OK ですので、ほとんど関係ありません。僕もフライト中は度入りのサングラス使っていますし、裸眼視力 0.05 などという人もいるぐらいですよ。初めてのフライトはどんな気分だった？手順に必死で思ったほどの感動はありませんでした。訓練では大体1割ぐらいがフェイルと言って途中で脱落していくので、訓練にフェイルしないように必死でしたから。でも、飛んだ瞬間、外人教官が This is your wonderful life と言ってくれたことに感動したのをよく覚えています。俺もパイロットになってみたい。ありがとうございます。思った以上にチャンスは多いですよ。UFO に立って行ったら降ろされるって本当？どうでしょうね、笑い、降ろされるという話は僕も聞いたことがあります。でもその程度じゃ降ろさないと思いますよ、笑い。社内では UFO よりも、ステイ先ホテルでの心霊体験談の方が圧倒的に多いです。今まで飛行中一番怖かった経験は？正直に言えば、怖いので有名な半分ヤクザみたいな機長と飛んだ時ですかね。沈黙&馬勢のヘビーローテーション3時間。死ぬかと思った、いや、死にたかった。恐ろしいのは人間か。前日眠れませんでした、笑い。職人気質の人間になりやすく、なかなか気難しい人が多いですね。僕も年取るとそうなるのかな。命かかってるから起こるのかね。飛行機が落ちて人が死ぬんじゃねえ。お前がいい加減なせいで人を殺すんだ。との言葉は強烈に覚えています。怖いですが、怒ってもらえてよかったな、というケースが多いです。もちろん、ただの理不尽も多いですけどね、笑い。いい先輩じゃん、答えてくれてありがとう。どこかで世話になったらよろしくお願い。確かにいい先輩ですね。他人の命を握る職業だからこそ、厳しくなるのはあるかもしれません。副パイロットなの？日本の免許はめんどくさいんでしょ？副操縦士という肩書きです。そうですね、日本は取得も維持も大変です。僕らは毎年、技術知識身体基準を厳しくチェックされますが、同じ命を預かる職の医師には、そのような試験がないことには疑問を持ちます。ただ、それは飛行機を安全に飛ばすには、必要なことだと思っていますから不満はありません。国外は確かに甘い面もありますが、その分、日本のライセンスは世界中で信頼がありますしね。機内って、やっぱ携帯は電源切らないとダメ？機内モードも影響出る？
ご協力いただければ、本当に不便ですよね。飛行機は悪天候時や夜間などは本当に視界ゼロの状態で飛んでいます。そういった時は、地上から届く電波や GPS を頼りに目的に向かって飛行しています。もし万が一、この電波に誤差が生じると大事故に直結します。電子機器はそれ自体が微弱な電波を発生させるため、この装置等が不具合を起こしかねないのです。個人的には影響ないと思いますが、携帯電話会社サイドの方から責任が取れない、とのことで NG になってるとの噂を耳にしたことがあります。笑い。初めて飛行機乗って、エアーポケット体感したとき、冗談抜きですよ覚悟したんだが、エアーポケットにどれくらいで慣れた？怖いですよね、笑い。なるべく避けるよう飛行していますが、限界がありまして、すいません。小型機で1ヶ月も訓練すれば慣れますよ。あれで飛行機が落ちることはまずありませんが、天井に頭をぶつけたりして死亡するケースは稀にあります。着席中はどうぞシートベルトの着用にご協力ください。日航機墜落事故みたいな、絶望的な状況になった時の気持ちの持ち方とか、メンタル的な訓練するの？特別な訓練は受けませんが、フライト訓練中はとにかく追い込まれます。追い込まれた時の適性も、ああいう時に訓練されているのかもしれませんね。原発事故の時にテレビとかで、東京ニューヨーク間での被爆量は XX 見ないな。報道がよくあったけど、パイロット間で話題になった？いっぱいなりましたよ。個人的には、聞いてねえしって感じでしたかね、笑い。パイロットの子供には女の子が多いとか、早死にするとかはよく聞きますけどね。でもどれも噂の息を出てないと思いますよ。それ以上に言われていたのは原発周辺の風向の話ですかね。あんな地上付近の風の話したって何にも意味ないのに、とは皆思ってました。僕もパイロットしてます。ガンダムのですけど。奇遇ですね、僕も休みの日はエヴァに乗ってます。いとこが来年から社会人で、穴のパイロットになるんだけど心配だ。いとこもだけど大勢の人の命がかかってるもんな。飛行機で死ぬことはまずないと思いますよ。比喩ではなく、車の1万倍は安全ですから。ただおっしゃる通りの重い責任はありますし、入社した後の訓練は地獄ですねー、笑い。チェックとかが心配なんだけど、そこら辺は怖くないの？もし起きたら、といろいろ考えることはありますね。対策としてはやはり手荷物検査以上のことは難しいようです。皆様にもご協力いただければ。管制塔だとかに、グッドラックとか言われるの？パイロットでも2チャンスる休みはあるんだな。グッドラックはあんまりないかな。グッディとかバイバイとかは言われるけど、12秒の延長ですよね、笑い。たまに僕も言ってますよ。そういえば夕方に雲の中に突っ込んだ時に、窓がピンクになる現象に遭遇したことある？翼の王国で読んでいこう。どんな現象か気になってしょうがない。窓がピンクに、それおしゃれ。すいません、僕の半端な知識ではお答えできません。セントエルモの日ですかね？でもそれは翼端とかだからな。夕方ってのがヒントですかね？静電気か光の屈折っぽいですね。窓かピンクの話は作り話だから気にすんな。引っかかったらめちゃくちゃ叩こうと思ったのに残念だ。ワクワクを返せ。スレの中にはパイロットを目指しているスレ住人もいるようです。今就活してる21です。僕がパイロットになれる可能性はゼロですか？身長180体重60健康虫歯なし。学歴マーチ未満。英語全くできない。例どころか全然いけると思いますよ。学歴は一切関係ない世界です。でも英語は、頑張ってください。僕も入社のために400点台から800点台まで上げました。やり方さえつかめば、TOEIC はすぐ取れます。そんなんで諦めたらもったいないですよ。大学はどこ出た？東海大行こうと思ったけど、社内育成の方がいいのかと思って辞めちゃった。東海大に限らず、大学のコースはあまりにリスクが大きいですよね。自社養成か工大が一番かと思います。僕は一般の大学から自社養成です。パイロットってすげえなるの難しいじゃん。工大行った方が簡単。狭き門ではありますよね。でもこれからはチャンスは多いと思いますよ。僕は目指せ工大、あわよくば自社養成のつもりでした。パイロットって理系出身多い？海外旅行好きだし給料いいらしいしで何も調べずに、旅行代理店か、パイロットになりたいとしか考えてなかったんだけど、慣れなかった場合潰し聞きそうだから理系の大学受けてる。半々ぐらいですかね、僕は文系です。進路に関して軽々しいことは言えません。本気で目指していただけるなら、それに応えることのできる仕事だとは思います。パイロットにとっては理系出身は一つの武器だとも思います。偉そうなことは言えませんが、潰しが効く、っていうのは選択の理由にはあまりしない方が人生楽しくなると思います。何にせよ、本気で目指せるものがきっと大学で見つかると思いますよ。就活の時にみんな受けてみっか、って受けてたけど、羽田の試験で落ちてた、内容も難しそうだった。スレ主さんはこれに受かるためにいろいろ準備してきたの？英語の勉強くらいですかね、特には準備しませんでした。受かった人間が特別優秀な人間かというと、そんなことはありません。僕も欠点だらけですし、明るくて感じのいいやつが多いとは思うので、一番は面接のフィーリングかもしれません。一般企業の就活と同じですね。入社後って訓練、実践とはいかないのか。入社後3年ほどは訓練が続きます。人生で一番勉強しましたねー。健康じゃないとなれないんでしょう？
帰郷歴があったらダメと聞いた。細かい基準は僕は知らないのですが、採用試験の際、帰郷は確か申告する必要があったと思います。過去の履歴がどうこう、というのはあまり気にしないと思いますが、それが現在にどう影響しているかというのはシビアに見られます。視力 0.1 以下でもなれるの？現在は視力に関する基準は撤廃されていて、視力が採用に影響することはないと思います。事実、現在は大体半数近いパイロットが強制で飛んでますよ。僕もサングラスに度入れてますし、夜間はメガネです。あとなぜか皆さん、虫歯を気にされますが全く問題ないですよ。一応、フライトの時はないように、とはされていますが、採用には影響しません。総じて身体検査は基準さえクリアしてくれればそれで OK、というスタンスだと思います。採用試験の時は、優秀な人材に関しては会社としては何とか通ってくれ、と祈る気持ちと聞いたことがあります。毎回飛行機の着陸時によってしまうんですが、何かおすすめの対策ってありますか？飛行機酔いは辛いですよね。僕も弱いんでわかります。いっそのこと吐いてしまうのが一番楽になるとんですが、なかなかそうもいかないですよね。大手航空会社なら機内に酔い止め薬があります。ぜひ CA にお申し付けください。あとは窓際に座って、個人的にはミントのガムがおすすめですかね。空腹時や疲労時は酔いやすくなるので、しっかりご飯食べるのも大事です。コーラやリンゴジュースが酔いにはいいみたいです。僕はコーラ派です。コーヒーはやめといた方がいいです。飛行機怖い。エアポケット怖い。なんで飛ぶか、意味わかんないですもんね。気持ちわかります。でも知れば知るほど、飛行機って安全ですよ。よく飛行機の飛ぶ原理は未だに不明だと言われますが、実は飛ぶ原理はきちんとわかっているんだそうですよ。まあ若けりゃ少しは可能性もないこともないが、30過ぎたおっさんが人生の一発逆転狙ってみたいなことは、1000% 無理だからな。誰にでも可能性があるわけではない。大体帰郷になるのに最低10年かかると言われています。某新興航空会社とかは、無理やり5年とかでやるって言われてますけどね。そんなんじゃまともに育つわけないです。そこから逆算すると、30代前半で副操縦士デビューすれば十分間に合いますよね。パイロット、素晴らしい仕事ですね。就活の時穴を受けましたが、次回の面接が全て英語の面接。と言われ、ビビってしまい途中で逃げてしまいました。あの面接をくぐり抜けてるだけで尊敬します。英語面接は案外そんなに英語力見てないみたいですよ、笑い。海外で訓練を受けるんですが、その時は教官が外人なので、英語、無理無理無理、とアレルギー反応を見せたりしないで、片言でもいいので、俺喋りますよ、頑張りますよ、って姿勢を見てるそうです。年間休日どれくらい？仕事で辛いことは？そうですね、大体平均すると4日勤務して2日休みというペースが続きます。勤務時間は短いですし、有給気軽に取れるし、休みは結構多い仕事かと思います。辛いことはやはり一生勉強というところでしょうか。そして、勉強したことが役立つことは本当に稀です。60歳、一部65歳で定年を迎えるまで、毎年、身体、知識、技能をチェックされます。これは形だけのチェックと違い、本当にチェックされて落ちていきます。好きな仕事だから楽しい、楽しいから絶対に手放したくない。そこが辛いところですかね。あとは合わない機長と飛ぶ時ですかね、笑い。狭いコックピットでずっと一緒ですから。でもどんなに合わない人でも最大4日我慢すればさよならですから、笑い。それは我慢できますね。スレはこの辺りで終わっていました。スレ主はパイロットという仕事を、一見エリートにしかなれないと思われがちですが、頑張れば意外と誰でもなれるものと主張していました。皆さんはパイロットになりたいと思いますか？今も昔も憧れの職業で上位に君臨するキャビンアテンダント。華やかな職種であると同時に、仕事内容や人間関係が厳しそうなイメージもありますよね。2021年の10月に、そんなキャビンアテンダントの実情が伺えそうなスレが立ちました。元 CA だけど質問ある？経験7年、あらさ。国際、国内両方経験あり、特定されない範囲で答える。お客様の中にお医者様いませんか？した？ 3 回やったね。大変だったどの時も忘れられない。航空自衛官のことどう思う？すごいしかっこいいと思うけど、元自衛官の旅客機パイロットは運転荒めが多い。クソ客いた？クソ客もいるよ。毎日何百人相手にしてや、当然乗客もクソ客もいる。機内でナンパされるの？される。学歴？大卒、留学2年間。昔元 CA が秘書室にいたけど、とんでもないプロフェッショナルだったわ。尊敬しかない。今何の仕事してんの？素晴らしい人もたくさんいるよね。今は会社役員。日本人の客は外国人に比べて好き？人によるけど、クレームが多いのは日本人だね。日本人クルーに対して強気だけど外国人クルーには何も言わない人が多い。それな、CIQ 職員だけど日本人が一番嫌い。そんな切れ方する？って人が結構いる。航空業界は全員日本人旅客を嫌ってるよ。それな、ドイツ人もなかなかへりくつ強くクレーマーいたな。機内食がヘルシーじゃない、ってブチギレて、アフリカイカだって口コミ書くとか、訴えるとか言い出したドイツおじさん忘れられん。パンツの色の指定とかあんの？赤みたいな目立ちそうな色はダメとか。
なんでも OK。一回ジッパー上げ忘れてストッキング越しにパンツ見えてたことあったわ。コロナかかった？ないけど、実は無症状でかかってるんじゃないかと思ったりはする。コロナ患者がいるフライトには何回も乗ってたから。降りた後の検査で発覚したりするから、フライト中はわからないんだけどさ。やめてから何年？コロナ後だね、やめたの。キャリアは秘密？さすがに言えんな。じゃあもう結構大変な時に入ってそのまま辞めたって感じか。あんま美味しい思いはしてなさそうだな。希望退職？いろいろ旅行したし、堅実な方だからお金に困ったこともなかったし、普通の20代の女と比べたら良い思いさせてもらったと思うよ。希望退職しました。事故とかテロとか怖くないの？怖い、いざという時に後悔したくないから。保安訓練や機種訓練はすごく頑張ったし、めちゃ勉強してた。乗客と連絡先交換してそのまま現地で会ったりすることあんの？ちょこちょこあったよ。せっかくの海外出張だから、誰かと食事したいとビジネスマンが思うのも別に変だと思わないしね。現地で商社の人とかよく声かけてくれた。旅行客の誘いは断ってたな。そうなんだ。ありがとう。ダメ元で声かけてみることにするわ。ナンパは 100% ノーな人ももちろんいるし、あまり期待せずに。面白そうな仕事だな。あちこち行けるし。旅好き、コミュニケーション好きで体力あるなら最高な仕事だと思う。美人。想像に任せます。機内ガラッガラでやることないとき何してるの？書かなきゃいけないレポート書いたり、お客さんと話したり、清掃係員が掃除してくれない場所きれいに磨いたり。飛行機って機体番号が1機ずつついてるんだけど、何度も乗ってる子は愛着湧いてきれいにしてあげたくなるんだ。やっぱ LCC だと他社からマウントされたりするの？ワイは LCC で働いたことないから実情わからんけど、マウント取ろうと思ったことはない。LCC ってサービスあまりないから、機内で CA さん何してるんだろうって興味はある。LCC とはいわゆる格安航空会社のことです。JAL や ANA などの大手航空会社は機内サービスがあったり定時運行だったりと、大手ならではのサービスや安心感があります。LCC はそういったサービスの代わりに料金を安くしているので、飛行機を利用する目的に合わせてどちらを選ぶかの使い分けが大切ですね。LCC は機内降りても仕事あるしめっちゃ大変じゃない？身なり気にしてる暇ないわ、ラゲッジウヤーみたいな人多い感じするわ。忙しいのに優しいけど。LCC じゃなくても、敏感の仕事はいろいろあるで。上空ではサービスなしで何してるんだろうなぁと。飲み物食べ物とか、お土産売るのに忙しかったりするんかな。肘を気に使ってたら毎回必ずお尻当ててくる人とか、変な気になってくるからやめてほしいわ。別にこっちがはみ出して肘出してるわけでもないし、何より接客としてどうなんって毎回思うわ。たまに何回も当ててくる人いるんだよな。お尻大きい自覚ないのかな。人に体当たっても気にしないとかガサツな性格なんだろうね。いつか怖い先輩か、お客様に雷落とされる予想よ。 CA はいないと言いたいけど、ステリックおつぼねはメンヘラだと思う。いきなりキレたり、理不尽なことネチネチ言い始めたり、普通に嘘ついたり。メンヘラババアは辛からしてヤバい、なんなら客にもヤバい態度取ってたりするからヒヤヒヤする。離陸の時にどうしてもうんちしたくなって、我慢できないから目の前のホモっぽい CA の人に、すみません、マジで漏れるんで行かせてくださいって何回か言ったけど、ニコニコの顔で、ランプが消えてからお願いいたしますしか言わないから、もう無理です、行きます、ってトイレ駆け込んだことあるわ。ホモ CA の人が、お客様、何かに捕まって機体が安定するまで絶対に扉を開けないでください、お客様って、大声で叫びながらドアドンドンしてて地獄絵図だった。席戻ってから友達爆笑してたし、その後機内でも降りてからも何人にも、体調が優れなかったようですが、大丈夫でしょうか？って聞かれるし、ホモ CA さんはおつぼねパーサーみたいな人にめっちゃ怒られてるし、めっちゃ申し訳ない気持ちになった。でもああいう時って本当に我慢できなかったら、トイレ行くしかなくない？漏らしたらその後機内が大変なことになるでしょ。わろた。正直 CA としては何が何でもダメとしか言えない。旅客が漏らしても、レポートは不要だし政府からお叱りがあったりはしないけど、万が一予想以上の揺れが起こって旅客が怪我したら、最悪会社が業務停止処分になったり、責任者である機長や客室チーフ、ポジション担当 CA も何らかの処分を受ける。こっちも食い口失うよか、こ漏らされた方がマシ。本当に無理なら、静止を振り切りトイレに強行突破しかない。こっちが許可を出すことはない。そうなのか。結果的に正解選んでたみたいでよかったわ。腹痛と戦いながら、テロリスト扱いされて今後飛行機乗れなくなるリスクと、うんち漏らして晒し者になりながら過ごすリスクを天秤にかけて、なんとか導き出したわ。今度から堂々とトイレ行くわ。まあ離着陸中は本当に危ないから、事前にうんちは済ませような。お世話になった先輩は離陸中ベルト外した客を止めようとした時に、運悪く大きな揺れが起こって腕の骨折ったわ。マッチングアプリでアラサー CA さん引っ掛けたことあるけど、なんかくたびれた顔で婚活してる、って言ってたな。CA ってスポーツ選手とか、経営者とか付き合い放題なイメージあったけど、実際そうでもないんか？スポーツ選手とか、経営者とかって CA 見下してるやろ？こっちもわかっとるで。おばちゃん CA にメアド渡すとお返事くれるから嬉しい。
おばちゃんも嬉しいんだと思うよ。だんだん声かけてくれる客も年齢とともに減るからね。何カ国ぐらい行った？若い頃は旅行が趣味だったから、仕事とプライベート合わせたら30カ国行かないくらい。あなた分ちゃんと数えとらんけど。スッチーってなんや。スッチーってええや。スッチーと呼ばれた時代に働いてみたかったわ。昔は NY やパリ弁も週1しかなかったりしたから、現地で連日遊び倒したらしい。その代わりインドとか途上国に1週間は泣けたらしいけど。国内線と国際線やる人って分かれてんの？会社によるし、雇用形態にもよる。アメリカ東海岸とか15時間くらいかかるけど、シフトどうなってんの？15時間のフライトだと、平和なフライトならだいたい3、4時間くらいは休憩取れてた気がするな。急病人出たり、いろいろトラブル発生して24時間近く休憩ほぼなしで働いたこともあった。美味しいものとか食べて回ったりしたんでしょ？どこが一番良かった？食いしん坊だからいろいろ食べたよ。お気に入りは、タイのプーパッポンカレーとスイカジュース。ベルギーのフリッツとワーテルゾーイ、カルボナード。アメリカの高級ステーキ。インドのタンドリー系料理。イギリスのシャルボネルエウォーカーのチョコレート。機内食好き？よくまずい言われるけど、日本発のは美味しくて何でも好きだったよ。海外発は国によるけど大体まずい？日本のケータリング会社は本当にすごいよね。特定されない範囲でどの航空機の免許？持ってた？ CA も扱う飛行機の免許いるでしょ？操縦とは別ね。どの飛行機保有してるかで、結構会社が分かっちゃうからきちんと答えられないな。大型機から小型機まで持ってたよ。最新機投入されるときはマニュアル覚えるのが毎回大変だった。俺も成田からフランクフルト・ウルフトハンザのエコノミーで行ったときに、隣に武蔵丸ぐらいあるジャンレノみたいなやつが座ってきて、12時間ぐらいずっと腕毛ファサファサされながら、一睡もできずにフライト終えたことあるわ。一回だけどうしても我慢できなくなっておしっこ行ったけど、めっちゃ嫌そうな顔してきてめちゃくちゃ居心地悪かった。そういう時はダメ元で他に席ないか聞いてみてくれ。どこかないか探すから。満席便だとこっちもどうしようもなくて心苦しいけど断るしかない。断っても嫌な顔しないでくれると嬉しいな。急病人対応用の席に勝手に移動してる客には正直イラッとしてた。ファーストクラスとか無料で乗れんの？無料とか無理無理。フェリーフライトっていう回送運転便みたいなやつで、客乗せずに移動するときにファーストクラスの座席使ったりはしてたよ。自分の航空会社に勤めてる人は、家族分の割引とかでファーストクラスに乗ってたけど、CA とはまた保証が違うのかな。一部そういう会社もあるよ。アメリカ系航空会社の友人は、おっしゃる通りな感じでファーストクラス使ってた。友達も JAL 社員の子と結婚したから、席空いてる便は家族割でめっちゃ安く乗れてるって言ってたわ。安くは乗れる、無料はあまりないな。客と付き合ったことある？ないな、デートは何回かあるけど。ナンパ相手とのデートって男性の方はやっぱ朝までを狙ってくるんかね。最初の食事で花束持ってきたり、高級チョコレート持ってきたりする人多かった。港区おじさんみたいなことされてもね。飛行機に乗って事故に遭う確率は、交通事故に遭うよりも圧倒的に低いというのは有名な話ですよね。しかしそれでも空の上という状況に、怖がったり不安がったりする人も少なくありません。台風の日に飛んだアホ便に乗ったら死ぬ思いしたんだが、あれ水泳は怖くないの？普通に怖いけど、そういう便はなんかいろいろ考えること多くて恐怖が払拭される。アナウンスいつ入れよう、あの席おばあちゃん一人だったけど大丈夫かな、赤ちゃん連れの人トイレから出てたっけ、着陸できなくて遅延しそうだから乗り継ぎ便のお客様の座席番号チェックしなきゃ、あ、ダイバートするかもだから対応マニュアル、みたいな。落ちるし左右上下に機体ごと飛ばされるし、ジェットコースターの1000倍怖かったんですが、機長も CA も何も言わねえし機内は悲鳴だらけ。他便が欠航してんのに無理に飛ばさないでほしい。それは怖かったね。その会社を擁護するわけじゃないけど、どこか一会社は運航しないと困る人がいるから、会社間でどの会社が運航させるかみたいな話をすることもあるらしいよ。これは本当なのかわいも知らないから話半分で。そもそも毎日乗って飛行機怖くないの？可能なら乗りたくない乗り物いち。まあ、自分は平気だったな。確率的には電車や車より事故に遭う確率はずっと少ないはずなのに、なんで怖いと感じてしまうんやろな。ちなわいは現役時代、飛行機に乗ってる時よりたまに車に乗ってる時の方が怖いと感じてた。高速道路とか未だになんか落ち着かない。簡単にぶつかる距離に、素人が運転する鉄の塊が高速で走ってるのが恐怖。身近なものへの慣れなんだろうね。エアポケットで落ちた時も死ぬかと思ったけど、飲み物配ってた CA さんたち吹っ飛んだよ。あの後大丈夫だったのかな。その場は乗り切るけど、しんどいよ。ムチ打ちになったり、打ち身になってたり、コーヒー配ってたら火傷もするし。幸い自分は働いてた7年間、急なエアポケットは経験なしだったよ。エアポケット自体稀なのか。2回も経験したがふわっと落ちるんじゃなくて、瞬間に下に引っ張られてめちゃくちゃ落ちるから墜落したと思ったわ。まあ CA さんたち打撲したりするんだろうね。結構昔の経験だったりする？
最近は晴天乱気流に巻き込まれることって結構稀れ、いろんな技術の向上もあるし、ディスパッチャーとの打ち合わせとかのオペレーションや、パイロット教育もどんどん良くなってるからね。有名人と話したことある？結構たくさん機会あるよ。一番の大物は誰だった？ある昭和の名女優さんですかね。素敵だった。一番美人が多い航空会社ってどこ？マイナーだがタイスマイルや LINE の CA はスタイルエグいで、仲良しのタイ人 CA も、あの会社は容姿採用、って言ってた。タイか。日本で出会えそうなとこだとどこかな？ヘッドスターの CA さんとデートしたけど、金しか見てなくてはロタは。やっぱり CA さんはお金持ち狙いの人多い？日本ならやっぱり大手の方が美人さん多いと思うよ。CA ってなんだかんだでお嬢さん育ち多いからな。芸能人とか政治家とか大企業役員のお嬢さんとか、給与低かろうが、仕事コロナでなくなろうが実家太いのでノーダメって感じ。自分は東北の田舎の中流家庭育ちだから、格差感じてたわ。英語ってどうやって勉強した？普通に勉強と留学、ですね。学生時代英語圏の大学で2年間、ビジネスを専攻してたよ。ブランドハンドリングのスタッフとか整備士との交流はあるの？毎日業務上のコミュニケーションは取るけど、一緒に仕事を飲みに行ったりするような感じではないかな。仕事終わる場所が違うから、当然っちゃ当然だけど、お互い勤務領域が違うから、ぶつかる時もあれば、いろいろ協力する時もあるけどみんな良い人だよ。そろそろ寝ます。いろいろ興味持ってくれた人ありがとう。コロナが明けたらみんな飛行機にたくさん乗って、今までできなかった分たくさん楽しい場所に行ったり、なお節大きな仕事をしに行ったり、大切な人に会いに行ったりしてね。スレはこの辺りで終わっていました。接客業に向いていて旅行が好きな人なら、キャビンアテンダントは転職なのかもしれませんね。続いてもう一つ、2017年の4月に建てられたスレを見ていきましょう。現役 CA だけど質問ある？可能な範囲答えます。赤？青？国内とだけ。英語得意？一応TOEIC 900ぐらいあったけど、今はかなり下がってきてます。CA より空港で働いてる人の方がエリートってマジ？エリートの定義によると思いますが、CA は専門卒も大卒もいますよ。年収教えて。月の回数によると思いますが、手取りで24から30。ちなみに1年目。なんで化粧こいつと多いの？機内は明かりの問題で口紅は赤めなのを推奨されていますが、昔ほど厳しくはないそうですよ。確かに化粧こいですよね、かっこ笑い。合コンさせてください。よく言われますが、したことないっていう。マジか。先輩とかは経験あるんだよね、やっぱり。先輩には27までは合コンに行きまくれ、って教えられてます、かっこ笑い。CA のケツ触ったらどうなるの？普通に通路歩いてたら、お客様の肘とかにお尻よく当たります。さすがに触ったら航空法違反どころか、民法の時点でアウトですね。法律の話じゃなくて実際どうなるの？一回ぐらいならたまたま当たっただけか、と思うだけかもしれませんが、何度も続くとリマークされますのでご注意を。リマークって何？要注意人物としてクルー間に情報が回ります。回るとどうなるの？最悪客船に報告、着陸後警察に引き継ぎです。今度飛行機乗ったら番号渡すわ。機内でお待ちしております。AV みたいなのってあり得るの？機内はさすがにないだろうけど行った先とかで。さすがにないですが、パイロットと CA がステイ先で、ってのはよく聞く話です。医者だけど、CA さんに医者とのコンパツ来るよう頼まれすぎて嫌気がさしたわ。良い人もいたけどね。私の知り合いの方も今お医者さんとお付き合いされています。飛行機好きなの？まあまあですね、かっこ笑い。今はあくまで仕事場であって、お客様と同じような感覚じゃなくなっています。飛行機乗っても、ああ仕事が始まるって感じでかっこ笑い。緊急事態になったら乗客を見捨てて我先に試乗口に行くんでしょ？それはさすがにかっこ笑い。一応緊急時の訓練は受けておりますので、ご安心を。乗ってた飛行機が事故りそうになったことある？まだ1年目なので、さすがにないです。でも大きい機材でジェットコースター並みに揺れたことはありますよ。修学旅行生大騒ぎかっこ笑い。どの機体が好き？機種を言うと会社がバレるので、控えます。旅客として乗るなら B767。フライトアテンダントとの違いは？英語では、キャビンクルーです。キャビンアテンダントは和製英語？なのか海外では使われていません。フライトアテンダントも同じ意味で、言い方の違いだと思います。マイル貯めるならどこがいい？期限がないデルタはどうでしょうか？避難場所の横の席って英語使えなきゃダメじゃん。英語できるって嘘ついて座ってもいいもん。バレる？英語が話せるというよりかは、CA と意思疎通ができるんか、というのが基準になります。すると、日本語か英語でコミュニケーション取れる人になりますね。中国人のお客様もたまに乗られることありますが、その際は地上さんに日本語は英語 OK か確認を乗られる取ってもらうことになります。嘘がバレるかどうかは、脱出の援助のお願いの時にバレますので、気をつけてください。シャワリってどんなもんなん？会社によるとしか、国内自社便だと毎年決められた上限内で無料で飛行機乗れます。海外は上限ないけど、数割負担。何回か合コンしたけど、おごられ慣れしてるのが気になるんだよな。否定できないかっこ笑い。CA はおごられ慣れてる感は否めないかも。学歴いらないのに給料高いイメージ。何が重要なの？容姿？英語力？
一番に女社会でやっていけるか、可もなく不可もなくルーチンワークをこなせていけるか、容姿や英語力は二の次です。自分の民を見下してるって本当ですか？私はもはや尊敬してます。クレーム処理やイレギュラーの第一アクションも地上さんがしてくださるので、CA よりもずっと大変だけど、ずっとずっとやりがいあると思います。どんなトラブルが多いの？そんな大きなトラブルに巻き込まれたことはないのですが、CA がやってはいけないことはお客様へ飲み物こぼしをすることです。即報告書沙汰になりますから。緊急時に外への脱出をするとき3箇所あったとすると、最初に開ける扉はどこ？前、真ん中、後ろ、とあったとする。いい質問です。これは緊急着陸は着水かによります。また、機種にもよります。そして、また着水の場合日本や中国、韓国の区分の海なのか、その他の海なのか、それによっても違うのです。それではこの後も、飛行機やキャビンアテンダントに関する質問が寄せられて盛り上がっていました。ちなみにキャビンアテンダントというと女性のイメージが強いですが、実は男性の方も活躍しています。最近では男性も積極的に採用されるようになってきているので、興味がある方は目指してみてはいかがでしょうか。皆さんはキャビンアテンダントになってみたいと思いますか？